どうだ。おお。元バスケ部として譲れないです。一話のバスケ部だったんですが幽霊部員でした。ソフトバンクウィンターカップ2020。高校バスケ日本一を決めるソフトバンクウィンターカップ2020。すべての高校生へ声援を送るテレビ朝日応援団の女性アナウンサー5人がバスケに挑戦。第1弾はシュートチャレンジ。ゴールを決めるまでに要した本数が最も少ない人が優勝です。実は5人中3人がバスケ経験者。その実力は。トップバッターは入社2年目の斉藤千春。ミニバスだったので、あとそんな高くなかったので、今こんな高いんだって今驚いています。一生懸命頑張ります。どうだどうだ。入りそうな雰囲気ちょっとあった気がする。斉藤千春アナの2投目です。お願いします。どうだどうだ。おお。どうだ。おお。2投目で決めました。斉藤千春やった。決まりました。続いてはバスケ歴7年新人アナウンサー佐藤千尋。意気込みいかがですか。一本で決めます。一本で決めます。はい、お願いします。さあ、一投目で決めると宣言して打った。次こそ行きます。はい、佐藤千尋アナの2投目です。お願いします。おーい。いいボールしてんだー。いいボールしてんだー。決まりました。2投目で決めてきます。一発成功とはならずもなんとか1位タイに踏みとどまりました。と、ここでバスケ未経験者2人の実力は。まずは長身を武器にクラシックバレーに励んできた下村沙莉。女性アナウンサーの中では一番身長が大きいのでゴールにはね一番近いはずなんですけど距離感が分かんない。どうか。よっ。よっと。よっ。よっ。よっと。おー、弾道が低い。あー。弾道が低い。あー。だって。そうですね。ちょっとやっぱ距離感が。距離感がつかめず、ここである秘策に。ということで下からいきます。お、下からいった。で下から行きます。下から行った。ということで下から行きます。お、下から行った。おお。やった。おお。見事に吸い込まれていった。もう出発。行きました。下手投げが功を奏し、2投目で成功。次は入社3年目の住田沙莉。もともとバスケットボールは経験ありますか。皆無です。自信のほどはいかがですか。ないです。頑張る気持ちだけはいっぱいあるので頑張ります。さあどうか。さあどうか。
シュートは、さあどうか、シュートは、わずかに左に連れて個人的に何投目が目標ですか？あ、じゃあここは5チャンネルなので 5本以内です、はい、どうだどうだ、大きな弾道、大きな弾道、綺麗に進まれてった、やった、びっくりしました。5とか言ったのに2でした。はい、住田アナ自分でもびっくり、2投目で成功。これでなんと4人が1位タイという波乱の展開に。最後はキャプテンの登場、入社8年目の林美咲。一話のバスケ部だったんですが幽霊部員でした。その時を思い出せばできるのかなとは思ってます。林美咲アナウンサーの1投目です、お願いします。さあどうかます、いった、いった、あーっと、いった、おっ、やーっと、おっ、やったー、リングの先端に当たってボードに当たって見事一発で決めてくれました。リングで2バウンドしゴール。林アナ見事1投目で決め優勝を手にしました。ソフトバンクウィンターカップ2020、女子決勝は28日、男子決勝は29日です。目指せ高校日本一。日本一をつかむ今年最初で最後のチャンス。こういう時期の中でこうウィンターカップできるってことにまず僕はすごい感謝してほしいなと思いますし、自分たちのできるだけの力を出して大会に臨んでほしいなと思います。仲間の思いを胸に、高校バスケソフトバンクウィンターカップ男子決勝、29日昼12時、ビザーが鳴る、その時まで。